やっちゃん、お花届いたよ。見てみようか。夏用パッケージだね。届きました。飲んじゃダメなんですよ。バランスが分からない。こんな感じでどうでしょう。長く持ってくれるといいね。食べちゃダメだよ。ダメだ。ダメダメダメ。そう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 。すごいね。今日もすごいね。うん、今日すごい。さあ今日どこ行こうかと思って。そうだね。どうしようね。とりあえずシェイクどうぞ。うん。新商品らしいよね、これマスカット味。これちっちゃいやつだもん、うん、とうとう。そう、ハッピーセット S サイズ、これはマスカット、マスカットの味するね。アクセス札幌でやってるイベント行く？お、何やってんの？キャンピングカー、うん、とアウトドア。そんなにね流行ってるもんね。ワンちゃん行けるみたいだから。お、いいじゃん。ペットのおやつ屋さんとかもあるの。アクセス札幌がワンちゃん入れるイメージなかったけど、ね、外だけなのか、うん、中なのか分かんないか、分かんないよね。ではお留守番でーす。じゃあね、帰ってきたらどっか行こうね。ね、ワンちゃんはお熱大丈夫でした？名乗れちゃうね。すごい眺めてる。来ました。パパがね、ちょっぴり欲しいキャンピングカーね。キャンピングカーいいよね。ロマンあるよね。どうぞ。のいちゃん、のいちゃん大丈夫かな？大丈夫。のいちゃん大丈夫？何がペット仕様なんだろうね。ね、どのあたりなんだろう。この床とかなのかな。あ、結構いいじゃん。赤い縦に行きたい。入っちゃった。入っちゃった。はい、出てくる。出てくる。両手出すかね、それかね。ハイエースのサイズとしては。もう本当にフルに使ってるね。これハイエースなの？これハイエースのサイズだ。普通の駐車場入るサイズ。ママちゃん上手にできたね。すごい外見かっこいいな、これ。かっこいい。パンってやめてた。なんか良さそうだよね。まあバランスはいいね。うん、これがあのいっぱい開けたから、はい、だからこうなっちゃうんですよね。これがこうならない。確かに。すごい良さそうに見えるから。でもこうならない分はすごい楽。人間はすごい重たいの？重たいって重たいけど。しょいちゃうんだよ。本当にしょいちゃうんだよ。
まあでもね、安定はしてるやっぱさすがに。なんかね、ノエルが辛くなさそうに見えるさっき。ちょっといいかい、うん、あ、逃げます。これで OK。 引っ越しちゃった。いや、これで OK なんです。これが完璧な体験です。あー、なるほど。何キロですか。10キロ。あの子が、あの子が10キロ。いや、いいね、あの売り方がうまいと思う。すごい顔、白目出てるよ、ノエちゃん。緊張してる。緊張してる。緊張してますよ。いやすごいね。やっぱり全然こっちです。さすがに作りいいと思うんで、安定してます。僕もう出たい。電池なくなっちゃった。うん、あのさ、僕もう出たい。パパがね、ちょっと疲れた。一回下ろすか。うん、待って、僕もう出たいよって言ってる。おやついっぱいあるわ。おやついっぱいあるよ。すごいね。これ食べやすそう。酒とバジャー。ホタテジャーキーがとかなんか珍しくて、珍しい、ね、面白い。高級だね。パズルしてるんですか。もあります。すごい。すいません、ありがとうございます。いいね。どうぞ。あ、はい、ありがとうございます。ちょっと頭いいかも。うん、丸々一本です。すごいね、大きいね。大きいね。はい、じゃあ、割って食べようか。じゃあ、どんな味。むしゃむしゃ、美味しそうに食べた。そうだね。今日頑張ったご褒美。頑張ったご褒美、人間に付き合ってくれたご褒美。結構頑張ったからね。そこら辺そこの中にお土産買ってこ。あ、そうだね。ママホタテが気になる。ホタテ、うん、確かに。今日は晩御飯少なめで。そうだね。めっちゃお湯使って。今度は持ってきます。はい、ホタテです。これは持ち帰りです。あと1個圧縮されてこない。あれ？じゃあ、出ましょう。みんなお利口ワンマンだった。ホタテー、ただいまいい。おお、飛び立った。ホタテちゃんは、ホタテちゃん、マナちゃん、お土産だよ。じゃん、ホタテジャーキー。北海道っぽいよね。ね、ザ・北海道産、完全無添加。バンコニャンコのホタテジャーキー、似てるよ。うん、あー、すごい、いい匂いする。食べるかい。お手、お手、あ、いいね、はい。好きだよね。好きだよね。そりゃそうだわ、これすごくいい匂いするもんね。こういうの好きだよ。これパパも食べちゃくなっちゃうな。はい、どうぞ。うん、ホタテの貝柱だよ。美味しい。どうぞ。虫の心臓だって。おお。奪い取っていった。奪い取られた。硬いのか。がっちり歯ごたえあるね、これ。美味しいわよ。早くなった。早かったね。昔結構かなり味わってというか。慎重派だったけどね。うん、これはね、マナさん、鹿。おお、日本にしてきた。
カメラからフレームアウトした今。同じ地下です。